ガヤの動画。はい、皆さんこんにちは。ラコンティーズガヤです。よろしくお願いします。はい、それではですね、今回は、メンバーのね、塚坊主が、今大人気の NiziU のプロデューサーの、JY パークさんの、ドット絵を作成したので、それを使ってですね、ちょっとマイクラで、JY パークさんを作っていこうと思います。軽く検索したんですけど、あんまりこう作られている方もいらっしゃらなかったので、そのすごい完成度高いというわけじゃないんですけども、ちょっとね、気軽な気持ちで見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、でも画面はですね、早速作り始めている動画になります。で、ちょっとね、手間取るというか、これ今 Java 版でしてるんですけど、スイッチ版と違って少し操作がですね、難しいというか慣れない感じなので、結構時間かかるんですよね。スイッチだったら多分これぐらいの量だったら多分10分かからないと思うんですけど、これ今回20分から30分かかってますもんね。で、結構操作慣れないので、早回ししながらどんな感じでできていくかっていうのを見ていただければなと思います。完成したところは少しゆっくり見ていただければと思いますので、どうぞご視聴ください。
はい、ご視聴ありがとうございました。耳の位置がね、ずれたりしますけども、おおむねできたんじゃないかなと思います。つかぼうずがね、一生懸命頑張って作ってくれてましたので、よかったなと思います。で、つかぼうずの動画からもですね、パーラービーズの方の、作成した動画が上がると思いますので、そちらもですね、合わせて楽しみにしていただければと思います。はい。この動画が良かったらですね、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。今後もですね、こういった動画も上げていきますので、よかったら見てください。はい。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。